おはようございます。8月26日月曜日6時37分の相場解説、今日はですね、ちょっとさささっとやって、要点だけをお伝えしようかと思います。これがデイリーなんですけども、デイリーは前回と同じようにこういうふうにね、右肩下がりで推移してますよね。もうこれはもう文句ないと思います。で、気をつけないといけなかったのがここ、やっぱり窓を開けたんですよね。で、次の画像はこれかな。これがね、4時間足ですけども、ここ見てくださいね、ここ、で、窓を開けてるのがここですよね。大きく下がったわけなんですよ。で、要点っていうのは何かっていうと、1時間足のとこ行ってみて、私が考えてるのはね、この窓を開けましたよね。で、狙うべきはこの開けた窓が閉まる、迷信みたいな感じですけど、閉まった後こういうふうにね、勢いをつけて下がっていくだろうと思いますんで、そこでこの辺でね、エントリーをしようかなと思ってるわけなんですよ。そうすれば結構取れるんじゃないかなと思いますよね。で、窓を開けずにこのまま下がれば、それに合わせて、売りをかけていくと。その他ですね、こっから、ちょっと書き方逆になりますけども、こういうふうに値上がりがね、続いていくことも考えられなくはないんですよね。ちょっとややこしいんで、4時間の方でやりましょうか。4時間の方で、こっから窓を埋めて、そこからドーンと下がっていくのが第一仮説。これで入れると一番いいですね。次が、このまま窓を埋めずにずっと下がり続けると。そしたらそれを見て、それを確認して売りで入るというね、第二仮説。第三仮説はもう考えにくいですよ。これは考えにくいんですけども、こうなったら私はお手上げです。今回はこういうね、下がらずにずっと上がっちゃうってこと。上がるにしても、ここまでだと思うんですけどね。こうなったらちょっとお手上げです。お手上げだけども、この辺で売りで入りますということですね。全体的には売り戦略でいいんですけども、何を見て売りに入るかっていうところが今日は3つに分かれたというところですね。それでは本日は以上です。失礼します。